チビ。子供の頃、チビはクラス一ののっぽでした。足も速く、喧嘩が強く、成績も良かったので、クラスのみんなから尊敬されていました。何かの奇病と思えて、みんなには内緒にしていましたが、脇の下やチンポコには、すでにうっすら毛が生えていました。チビはマッターホルンやエベレストや富士山が四方の山を見下ろすように、いつも友達を上から見下ろしていました。別に威張っていたわけではないのです。みんながテレビのヒーローや女子生徒のスカートの中身の話をし始める頃、チビは空に浮かぶ鳥や雲をぼんやり眺めて過ごす時間が多くなりました。それらが目の前にあったからです。やがて青年になると、みんなが一人ずつチビを追い抜いていきました。そしてみんなが初めて鼻の穴の見えないチビの顔や、てっぺんに 2,3 本の若白髪のあるチビの頭を上から見下ろすようになると、チビは学校に行くのをやめて、家で毎日本ばかり読むようになりました。社会人になって会社に入りました。コンピューターの会社でした。会社の中でも一番チビだったチビは、上司からは仕事ができる男というニックネームで呼ばれていましたが、部下や女子社員たちは陰でチビと呼んでいました。チビは会社の仲間とゴルフや女の人の話ばかりするようになりました。最近の若いやつらは、というのが最近のチビの口癖です。チビはもうめったに空に浮かぶ鳥や雲をうっとり眺めることがなくなって、海外旅行の自慢話ばかりするようになりました。チビの結婚式には400人の招待客が集まりました。チビの奥さんになったのは、とっても大きな女の人でした。主賓の誰もがチビの仕事の能力と奥さんの美貌を称えました。チビの奥さんは間もなく赤ちゃんを授かりました。チビは赤ちゃんに大輔か隆という名前をつけるつもりでしたが、生まれてきたのは親指姫みたいに可愛い女の子でした。